この番組は日本の皆さんはもちろん、私が大学で学んでる英語圏の皆さんにも楽しんでいただきたいなというふうに思い、日本語と英語を織り交ぜてお送りしていきたいと思います。 I would like to present this program in mixture of Japanese and English for the enjoyment of not only the people from Japan but also the people of English speaking countries. Yay! The title of this program is Geek and Music. A geek means someone who is really into something. I want to share my geek side and your geek side with each other. まあ、ギークっていうのはアニメだけではなくて、スポーツとか料理とか、その人の好きなもの、打ち込んでいるもの、すべてに言えると思います。それでは実際に何をやっていくか見てみないとわからないと思いますので、早速コーナーに行ってみたいと思います。 I move to the first corner。 まず最初のコーナーはこちら、 My Geek! Your Geek! イエーイ。はい、じゃあね、今日は早速なんですけれども、そんなミオナさんのね、プロフィールをちょっと紹介していこうかなっていうふうに思いますね。はい、スメラギミオナさん、お誕生日は8月11日で、現在24歳だそうです。血液型は O 型、特技は料理ということでね、すごいかっこいい。パワフルでありながら、あでやかな大人の魅力が同居する歌声が特徴的なライオットミュージック第三期シンガー。どこか懐かしい歌声と寄り添うような優しい声色を使い分け、あらゆる楽曲を華麗に歌いこなす。ライオットミュージックとは別の音楽事務所から、傷ついたあなたの帰る場所になりたいと自分の思いを表現するため、ライオットミュージックへ電撃移籍を果たしたということでね。ライトミュージックで一番年上なのかな、年上ですよね。そうそう、だからすごい後輩なんですけど、なんかすごいお姉さんみたいな感じなんですよね。ということでね、皆さん、お待ちかねだと思うんですけれども、ちょっとね、プロデューサーさんにお願いして、ミオナさんからマイギーク、ユアギークのお便りのコーナーのお手紙をいただいちゃいました。じゃじゃん。ということで、いきますよ。マイギーク、ユアギーク。じゃん。私のギークは、なんといっても歌です。私は小さい頃から家族ぐるみで音楽が大好きな家の一人娘として育ち、いつもみんなで歌を歌ったりして過ごす時間がとっても大好きでした。いろいろな楽器、音楽、音の世界に触れて育ってきた中で、今でも唯一ギークを極めているのが歌でした。普段は本当にいろいろなジャンルの音楽を聴いていて、音楽の好き嫌いはありません。音階のある音じゃなくても、海の音、風の音、雨の音など、いろんな音に触れている時間はとってもとっても幸せを感じます。 My geek is after all singing. I grew up as an only daughter in a family that loved music, and I always loved to spend time singing together. Yeah, great memory. I've been exposed to a lot of instruments, music and sounds growing up, but singing is the only thing that still keeps me geeked out. I usually listen to a very wide variety of music genres, and I don't really have a preference for music. Well, great. Even if it's not a sound with a scale, the sound of the ocean, the wind and rain, etc., I feel very, very happy when I spend time in contact with various sounds. Hands on! ってことで、歌の中で特に好きなジャンルとしてはポップスが好きで、よく歌ってます。 Yeah, she likes pops. 好きなアーティストは本当にたくさんいるのですが、特によく聞くのは彩香、ミーシャ、スーパーフライ、シーナリンゴ、カラフィナ、シーソー、畑元博、オフィシャルヒゲダンディズム、星野源、アイミョン、エド・シーラン、マルーン5かな、マルーン5等をよく聞きます。アニソン・ゲイソンも大…あ、失礼しました、次のスライドですね。
いや、アニソン、ゲーソンも大大大大好きですが、アーティストさんが多すぎて書ききれないので、いつか機会があれば語りたいです。あと、多重コーラスを一人で重ねたりするのも大好きで、学生時代によく一人で多重録音をして一人で楽しんでたりしてました。いつかライオットの先輩方ともたくさんハーモニーを奏でていきたいです。 Yeah, she likes to sing Carter's tune. Yeah, me too. ヒーリングミュージックなんかも大好きで、歌が入っていない音楽もたくさん聴きます。民族音楽も大好き。もう文字数足りません。語りきれない。世の中には本当にたくさんの音楽があって、いくら時間があっても聴ききれないほど名曲もたくさんですよね。ライオットに所属する新人アーティストとして、これから歌の魅力をもっともっとたくさんの方にお届けしたいと考えておりますので、ぜひ皆様ライオットミュージックを今後ともよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございます。 Thank you for your letter, ミオナ。はい、やっぱりね、歌を歌うだけではなく聴くこともお好きで、昔から音楽に触れてきたっていうのがね、納得の歌声ですよね。Thank you very much for your wonderful letter. Yeah. Hi. I'm convinced that you like to listen to music as well as sing, and that you have been exposed to music for a long time.はい、私もあの椎名林檎さんとかカラフィナさんとかシーソーさんとかあの大好きなので、なんか音楽の好みが私と近い部分がね、あの結構多い気がしてるので、ぜひ語り合ってみたいですね。Yeah, I feel like Carafina. I like Carafina, Shiso, Shinlingo, and others have similar taste in music to mine, and I'd love to talk to them sometime. Yeah.なんかテンションの高そうな感じとか明るい雰囲気がお便りから伝わってきて、まさに素敵なお姉さんという感じですよね。いやー、 I can feel the high tension and cheerful atmosphere from your letter, her letter. Yeah, she is just like a wonderful sister. Yeah. Yeah. I can feel この前のね、あのクリスマスライブのリハーサルの際に初めてお会いしてお話ししたんですが、本当にイメージ通りで明るくて大人っぽくてすごい優しかったんですよ。もちろんね、歌もパフォーマンスも圧巻という感じで終始圧倒されてしまいました。あ、みんな感想ありがとうございます。文章がめっちゃ可愛い。そうなんですよね、じゃチャーミングなお姉さんという感じで、はい、やん。ちょっと、いや、期待大ということで、私もちょっと今日一緒に歌うのがすごく楽しみなんですよ。Yeah, I met her for the first time during the rehearsal for the Christmas live the other day. Yeah, and she was just as I imagined her to be. Cheerful, mature, and very kind.Yeah, of course, her singing and performance were overwhelming. Yeah, I was overwhelmed from start to finish. Yeah. そうなんですよ。今日の夜にココアさんのチャンネルでやるクリスマスライブにミオナさんも私と一緒に出演するので、生のパフォーマンスをぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思います。星座なんです。自分も星座だし、好きなものも星座だし、得意なことは戦争です。